ハッピーニューイヤー、キロキロハロー YouTube、明けましておめでとうございます。明けましたよっと。今日はなんと、はい、ゲットインしてます第1回、青足好きなシーン、語り合おう。よーさあ、今までいろいろ語り合ってきましたよね。はい。辛かったことベスト3とかね、はいはい、部活を辞めた理由とか、いろいろ語ってきましたけどもね。三坂咲夫が抜けてない私を好きになってくれませんか。さあ皆さん、青足という漫画をご存知でしょうか。以前私が青足ドッキーというのをね、梅谷に見させていただいて、はいはいはい、本当に青足にハマっている男と青足に最近ハマり始めた男と、ね、逆とりあえず青足が好きです、はい、なので今日は青足のどのシーンが好きかというのを語り合います、はいはいはい、そして皆さんも青足の自分が好きだというシーンと僕たち共感していただいたら非常に嬉しいですし、うん、いや僕はそこじゃないな、マギーかと梅谷に分かってないなっていうのも言っていただいたら、コメントにまた書いていただいたら嬉しいので、とりあえず僕たちを語っていきます。はい、梅ちゃんのチャンネルとマギーのチャンネルでコメント残っていいねが多かった方が勝ち。あーあー、そのシーンがいいねというところを、なるほどね、なるほどね、もし視聴者で上回ってきたらそいつの勝ち。そうやね、そうやねベストオブいいとこをやった方にあれして、そうしましょうか。で負けた方は罰ゲーム、しかも後日やから一人でツイッターに合わし一発ゲームやな。うわひどい、いかついどういう順番でいきましょう。どっちでもいいけどな、これでいきましょう。長なんで、俺これめちゃめちゃうまいんやから。うまいとかないって、これあるって、これめちゃめちゃあるこれやで、どれ何それコンセント、もう決めた、もう一発ゲームしてるじゃあ僕からいきます。はい、僕はこちらです。じゃん、富樫啓二の考え方。あーあー、なるほどなるほど。さあ、あー深いな。まず皆さんに富樫啓二っていうのを簡単にお話ししますと、富樫というのはですね、青井葦と一緒の学年の選手で、ディフェンダーです、同部屋です、で、ガタイマックスです、うん、もう身長もあるし横もムキムキ、うん、そしてもともとヤンキーだったというところからクラブチームに今所属して頑張ってるという選手なんですけども、富樫選手の考え方の何が良かったか、はい、僕は好きなシーンというか呼んでいてうわっって思ったシーンです。あ、そんなかった自分の中でも、うわ素敵やんなんか感じるとこあるやんって思ったとこなんですけど、あいつな、いい、すごいねんな、アシトの把握能力みたいなのあるやん、あれに気づくの早かったもんな。早い、そして認めるのも早い。言ってまうなよお前ら、どんどん何よあ、ごめんごめん、バコ言う今俺かぶってなかったからよかったわそこじゃないんですよ俺はもう、あっこ言うかなと思ってそっち言ってたやん。え、違うとこある？え、俺多分 あれかなと思う。はい、ですね、富樫選手、まあずっと伏線は1巻はね、さすがにいいですけど、前の方が1巻って言われて、1巻って貼られているんですけど、まあ12、3巻ぐらいで回収されるエピソードになってるんですけども、富樫選手はですね、ユース上がり、中学校のジュニアユース上がりではございません。普通の中学校に通っていて、うん、高校からクラブチームのユースに入った人です、うん、それに比べてチームメイトには黒だとかというのはですね、もともとジュニアユースから入ってきて、高校もユースに入ってきて、そこでチーム一緒になったという仲間がいるんですけども、うん、彼らに対する意見というか、うんうんうん、そこでバチバチが起きるわけですよ。じゃあ何のバチバチが起きるんだ、一緒のチームになったのにどんなバチバチが起きるんだっていうところなんですけども、ユースのやつはメンタルが弱い。あっこやお前、そしてユースは順番がもう試合する時の順番が、普通の中学校上がり、はいはい、普通の学校上がりの子というのはまず試合に勝つために頑張るっていうところなのに、はい、このユースにおる変な生きてる奴らっていうのはまずプロになるっていうのがある。だから先生とかが来てる試合だけカッコつけたりする。だけどそいつらはだから怪我しないっていうのがまず念頭にあるんですよ。怪我しない、プロになる、試合に勝つという順番で物事を考えてるんですよ。でも中退年のやつはそういう考えキモってなるんですよ。いやまずサッカーを楽しんで試合を勝つことが大事でしょって、おかしいやろってユースのやつに言うんですよ。そしたらユースのやつ、え何がおかしいのってなるんですよ。だからおかしいという自覚すらないんですよ。おかしいという感覚すらないっていうところに、富樫はこいつらもうおかしいってなるんですよ ね、 ね、そこが非常に興奮しました。あ、勝ちに行くのと先生のアピールのな、あの違いな。そうなんです。どこ見てサッカーしてんだとか言うてたよね。はい、そこへ。お前らアカデミーのサッカーは怪我をしない、プロになる、勝つ、この順番なんだと。お前らアカデミー、そして一番ヘドが出るのはその自覚がねえこと。これ僕読んだ時にね、
非常に共感したというか、やっぱり僕も大学行った時とか高校行った時にね、その前の時にユースやった奴らがユース同士でわちゃわちゃするんですよ、うん、で俺ら僕らユースですぜ、自分ら普通の高校で首大丈夫サッカーやってたでしょ、首お前らとはもう僕らの生きてる世界違いまんねんみたいな感じで上から見てる感覚が僕らからするとあるんですよ。だなんかあるな、雰囲気あるやろ、うん、高校とかもそうやん、うん、どっかのクラブチームから来ましたみたいなのと、うん、なんか中退でからポッてくると、はい、おるやんこういう、そうそうそう、その尖し的なの、そうそうそう、それをこう表現されてるのが素晴らしい漫画これ、うん、そういったリアルなところも青鷲は追求してるというところがございました。私の一つ目のいいところ、尖しの考え方でございました。そしてそのクラブチームの人と尖しがどうなっていくのか皆さん読んでいってください。僕のフェアバルトシーンなんですけども、で阿久津の変化ですね。うわー、うん、そうきましたか。最初から阿久津ってどういうやつやったの。もうこんな、もう後輩に厳しいただの坊主よ。そうやろ、うん、でもおるやんそういうやつ。おるね、こいつおんねんほんまに、どこの学校にもいますよね。そうそう、でちゃんとスキルもあんねんこいつ。うん、そうやね、だから言いにくいねこっち後輩としても。帰れとか、お前みたいなゴミいらんねんとか言うやつだ。そう、悪い先輩ですよ。そうでしょ。そうやろ、うん、でもそのまあどん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 行く上にどん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 こう変わってくんのよ。なんか何が変わってくんの。足とかおったら、うん、こいつとなんかやったらいけそうやみたいな、なんかシーンちょくちょく出てくるやん、うん、なんかえなんか勘に触るなこいつ、うん、みたいな。それをどん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 して21巻かな、こいつの昔のシーン出てくるやろ。あ、悪っ、あ、待って、いっぱい言いたいのでいっぱい出てきようだ。もうよかった、すいませんすいませんすいません。まずじゃあ、うん、このサッカー面で、うん、今21巻出てるとこまでやったらなんかその教え出してるやん。はいはいはい、あのありえへんかったのに阿久津が足ととかに、そうそうそう、下の子らに教えたり、うん、キャプテンになったし、キャプテンになってからそう、この一皮向けたとこだ、うんうん、阿久津多分あそこ一皮向けてだいぶ上手い選手になると思うのや、うん、ほんまにほんまにほんまに、いや心配してる心配してる、みんなそうやろうなーって言ってで、この向けたシーン、向けるまでのこの長い切れてたシーン、うん、で、向けました、あ、なんかその、そういう意味みたいな、向けた誰も聞いてない、向けて、でもそれでもなんかチームにはちょっと怒られてるやん、なんか、はいはい、何やあいつと、ちゃんといけへんかって。で、それはなんでかって言ったら、あの、あれやって貧乏な家から監督にこう引っ張られてこられて、うん、あの時に言われたことがあって、お前が辞める時は、お前が休む時やったから、お前を休む時は辞める時やみたいな。はい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 、福田さんとですね、うん、だからバンバン動かすぞお前はってこう、うん、あのちっちゃいサッカーで金稼ごうと思った瞬間からそこまでやってたよね、うん、踏んで、お母さんかな、はい、お母さんが体調悪くなったんだ、病院行きましたみたいな、はい、聞いて、そこで監督の良さも出てくるんや、こいつはまだ休ませへんと、うん、俺が休ませたらこいつは辞める時やっていう約束も踏まえて、まあでも試合シーンには出てくるんやけど、そこもやりきって、そこでまず俺かっこよくない？こいつサッカーにかけてる思いがいかつすぎるわと思って、うん、多分誰よりもこいつは、アシトよりもサッカーを好きやねん。はい、そんな感じです。タイトル強いのに喋る人弱っ。大事すぎて二人とももう落とすこととか考えてないもんな、話落とさんよな、落とさん、だからそういうシーンとかを見てください、うん、これあ合わせてさ一回見終わるやん、うん、で次その人をだけを見て一回見た方がいいと思う。はい、そうやね、そうだから阿久津をまた最初から見てください。じゃあ最後に僕のやついきますね、うん、僕のいいなと思っているシーンがこちらです。じゃん、青足の家族愛でございます。もう拍手してもうてますよね。俺は今回青い足とプラス青い足と系ですね。まず皆さん漫画青足簡単にちょっと説明させてください。青足というのはですね、いろんなサッカー漫画今までいっぱいありましたけどもね、そうじゃない、全然違う違う違う、その派手なプレーとか派手な演出とか、うん、そういうのじゃリアルなほんまに起こるうることしか表現していない漫画になっております。その中でもですね、なんと主人公の青足、はい、フォワードじゃないんですよ、サイドバックでございます、はい、まあそんなサイドバックでも花になれるという素晴らしい漫画の中のこの主人公青い足と、なんと愛媛県の貧乏な家で育っております、はいはい、お父さんがいません、お母さんだけです。お母さん、そして、青い足とのお兄ちゃん、しゅんくんの3人家族になっております。そしてですね、お母さんお金ないからやっぱ夜スナックで働くんですね、うん、でお兄ちゃんはですね、まあ、家族のためもあってバイトをしているわけですよ、1個上のお兄ちゃん、まあその中で青足、アシト君は普通にサッカーやらせてもらってるんですけども、中学校の最後の試合でね、お母さんが仕事はちょっと
休んで見に来てくれるんですよ、試合を、はい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 、そしたら自分の息子がどんなのやってるかなと思ったら息子が頭突きで相手をもうバボーンやってます。そしたら示談する。そしたらレッドカード出て退場、試合負けました、それは全部アシトのせいだって皆さんがなります。そしたらお母さんもやっぱ愛情ありますから、本当に皆さんすいませんでしたって言って、アシトを何やってんねんと、そして本当に申し訳ございませんでしたっていう、まずお母さんのそういったところがありました。そっからですね、ようよう話聞くと、アシト試合中にその相手にね、お前貧乏みたいなやつ周りみんな嫌がってたぞって言われてたんですよ。それを聞いたアシトはお母さんの家族のことばかりすんなーっていう頭突き、それをね、まず感動しました。感動する。はい、謝りに行くんでないですか。相手が謝りに来たりします。そしてまあいろんなことがありまして、アシトはですね、愛媛県出身ですけど東京のクラブチームに行くわけですよね。そして東京のセレクション受けに行けっていう時に、いや、お母さん受けに行きたいですって言ったら、お母さんが、私もう金ないですわ、そんな、ね、母子家庭やねんからって言ったら、ちょっと一旦言ってくれ、泣きそうになってきた。あのシーン思い出して。シュン君、お兄ちゃんがね、明日学校終わりにね、一緒に部活帰るんですよ。そしたらそこでね、おい、これ、俺が働いてるバイト代3万だ。これで往復の、東京行けるから、お前はセレクション行けてこい。最後にどうなるかわからない。明日お前のサッカー挑戦してこい。そしたらお兄ちゃん、ありがとう。まずそこで気持ちは、お兄ちゃん、ありがとう、ぐらいなんですよ。で、結局実際ね、セレクションに受けに行くわけですよ。で、セレクション受けに行った。そしてセレクションでいろんなプレーをしました。一次予選受かりました。一次試験受かった後、アシト何したかって言って、真っ先に親に電話したんですよ。お母さんと、俺、一次受かったよと。そしてシュン君と、お母さんののりこ、え、すごい、うん、頑張って。そこでお母さんは、うん、サッカーにアシトが取られるんじゃないかと。でもシュン君は、頑張れ、アシト。って言うんですよ。二次試験も、ああ、もう行きますよ。そしたら二次試験ね、最後、福田監督と言われるものにね、セレクション、言うたら愛媛県に福田監督が来て、明日お前東京のセレクション来いって言って、東京のセレクションを受けたんですけど、その福田監督に明日聞かれるんですよ、最後。お前今日の試験どうだったと、最後の得点どうだった、まあ、今日何を考えてプレーしていたって言ったら、そこで明日が、家族のことを思って、サッカーが、できましたと発言しました。そして家族のことが考えてプレーができたという発想にならしてくれた福田監督に感謝完璧や、素晴らしすぎると。そこで本当にすごいってまず僕泣きました。2巻なんです。2巻で泣ける漫画はないでしょ。ないない。でそのまま受かった、家に帰った。そしたらお母さんとお兄ちゃんに、実は僕受かりました、東京に行きたいです。そしたらお母さんはその寂しい息子、大事な息子がサッカーに取られてしまう、東京に取られてしまう。でもしゅんくん、しゅんのお兄ちゃんはまあそういう気持ちも分かっておきながら、まあ行け行けと頑張れっていうところがあるんですけども、アシトはですね、もうサッカーでしか返せないと。みんな、これを見てるみんなも普段サッカーしてるじゃないですか、部活普通に。その部活してるっていうのはね、実はお父さんお母さんがお金を稼いでくれてるから部活ができてるんですよ。ってことまで書いてんねん。そう。そこをちゃんと表現してるというか、でも本当にプロになって、プロでお金を返し、稼ぐ、そして返すっていうのをね、ちゃんと分かってるんで、アシトは1年間にクラブチームでかかる自分へのお金をまずクラブチームの人に聞きます。そのお金をお母さんが払ってくれてるんで、プロになったら絶対返すという約束をしてます。うん、このアオアシという漫画は、アシトがお金を返す漫画です。あ、なんかそう言ったら、おっと。なんかダサなるな、そう言ったらダサなる。違う。牛島君っぽくなってるから、そうなってきたら。足島くんなってるからうちはとお金5割だよお金を返しに行くってなってるから、まあそうじゃないですよね。最後のちょっといいですか、あと10秒なんですけど、あそこですよね。はい、そうです。最後愛媛県からね、その東京に電車で行くんですよ。そしたらお母さん送ってくれないんですよ。お兄ちゃんだけが駅まで送ってくれるんでやねん。おい、ほんでおかん、あしたがもう電車乗り込む前ですよ。おかんから、お前プレゼント預かってるよ、あ、飲みよって言って、で、電車ガシャン閉まった。電車乗る方ごとも。で、袋を開けてみた。そしたらお母さんからまず手紙が入ってます。その手紙の内容は非常に感動するものでございます。それは皆さんに合わせ読んでいただいて、その手紙と出会っていただきたい。そして、勝ち。勝ち。お前の勝ちや。スパイク。ずっとボロボロやったんですよ、合わせのアシト君は。そのスパイクをお母さんお金ない中で、アシトにプレゼントするんで、そのスパイクを履いて頑張っていく姿を見ていただきたい。そして電車の中で、アシトはお母さん、家族に恩返しするということで、奮い立つんですよ。あの、アシト大泣きや、あの、あっこめちゃくちゃ感動するよな。めちゃくちゃ感動する。2巻に感動する。2でもう泣けるのを作ってるって天才や。そうね、1の段階でもう僕らはアシトと家族の中にもうのめり込んでますから。俺はでも1でも分かってたけどな。あのもうスナックの雰囲気見たらそうなるなと思った。母子家庭あるな。
お前風呂めちゃくちゃやばいってめっちゃいい話だった冗談ですよでそういうところもリアルなところもあるんですよ、ね、うん俺はちょっと長いけど読めるかなこれ、うん、さ僕の最後いきます、はい、長いよ大友短っこれはもう俺は好きやねんとりあえず大友が大友という選手がいるんですよね大友という選手が好きなんやけどそれを俺はもう好きなところを100個ぐらいありますでもこういう選手が好きな人はぜひその票を入れてほしい大友選手はい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 、はい、どういった選手なんですか大友は普段は女好きやねん女好きのヘタレもう埋めたいあ俺全然女好きちゃう女好きや髪色もね、一緒なんですよね。だから髪色も俺もそうです。まずそこでも好きやなって。で、大友選手、こいつボランチの選手。はい。ヘタレやのに。めちゃくちゃヘタレやのに。できるんですかもうめちゃくちゃうまい。あれ、どこの試合とか忘れたけど。キリキが、あんま調子良くない。めっちゃ走ってるしんどいわ。今日この試合何なんだみたいな。1年生がいっぱい出てるからかみたいな時に。B の監督が。のぞみね。あいついけますよ。みたいな。福田監督も、女、キューッ。で、大友が、並んで。あいつ大丈夫かおい大丈夫かってみんななってお前や大丈夫かそれ何でもかもう震えてんでもう何でも歯もうグワーだってもうほんま何でな何でなもう緊張して緊張して緊張緊張とかもう初めて A に出るしああなるほどもうふわってなってんねや出てさやろうってなった時に顔スーンって何マジであの顔スーン見た顔スーン見てない見てない顔スーンってなって集中入んねん、うん、やるかみたいなそう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 あのモードこいつかっこいいなってまあこういう選手かっこいいなと俺は思ってんやけど、うん、そんってなってもう何したか知ってる知らないです何したんですかなんかゲームメイクしだして目立たへんとこであのパスもらって一回食いつけてほんで今ちゃうよとか今来いよってしかもこれを大友何が天才かってアシトのペースに合わせてやるうわアシトのペースに合わせてやってキリキのペースを良くしてやるうわこいつマジで最強のなんつなぎっていうか歯車と歯車の潤滑油こうそう歯車って読むこれいや大友やそれをこうあの1ページぐらい使ってんやけどなんかグンってするとかねロクリいや違う違うロクリはこう大友こう大友公平はダヒョンや大友公平こんななってたやつがなんか冷静にやって試合になった1個上の先輩をそこから立つ気づいてないんだキリキは大友が入ったからこんなになってるってああなるほどあだから気づいてない人もおるかもしれん大友のおかげでなってんちゃうかってこれあの試合が僕があなるほど呼んでる人の中でも気づかへんし、うん、逆にそういう選手もおるんじゃない見てる人でもおるおるおる自分が得点に絡めてないから全然あかんプレーヤーって自分で思いがちやけど実はチームにとって非常に大切な存在なのかもあなたは知れませんあともう一個あるねセレクションの時などんなんですかもうセレクションの時から伏線あったんやどんな伏線ですか大友何してたか知ってるセレクションあってバギラセレクションパーティー行きますってあ受けに行きたいもう全員知らんわはいまあ例えばでもジュニアユースからおる子とかはおるわ団体、はいはい、でもアッシュに行く側として、うん、大友何してたか知ってるあー思い出したみんな仲良くしたんじゃんその通りもうそこであこいつこういうの好きなんやなしかも、大友何がすごいこの選手、あ、こいつ今日生きてるわ、とかいうとこに、ちゃんとこう、歯車回してあるの。わかんねえ。わかんねえ。こいつちょっと調子悪いんじゃんか、とか喋ってコミュニケーション、うん。コミュニケーション能力の鬼やん。ほんで、アシトがあの変な動きしたら急に、うん、後ろにバーン行って、うんうん。はい、大友はもう前々から喋ってたし、うん、こいつはなんか仕掛けてるってもう気づいてます。後ろからロングパスするとき、何したんですか大友、ビャーン前行ったよ。で、大友バチコン決めて。大友は、試合前から試合してて。鳥肌立ってやばかったわ今今なんや今後どんだけもっと飛躍していくか今後の大友にまあ僕は多分キャプテンになるでしょうねこの人はうわーそう見ますかうん注目ですね注目ですだからぽいやつを集めてさチーム作ったらええんじゃんお前は大友やろ俺は何よこれお前は阿久津や